隣を走る線路はだんだん地下に潜っていき、やがてトンネルに入ります。今回はこの路線について見てみましょう。はい、ということで大崎駅にやってまいりました。私何度もこの大崎駅来たことありますけど、この駅の外に出るの初めてかもしれませんね。このビル群がたくさん並んでおります。でなぜこの駅に来たかと言いますと、先ほど見ていただきましたトンネルですね、ここを抜けていく旅客列車というのがですね、横浜羽沢駅の横にある羽沢横浜国大駅まではたくさんの列車が走ってますけど、その先を進む列車というのはね、1日に数本しかありません。それも全て特急列車です。で今ですね、大崎から西に向かって進んでいくその列車をですね、ぜひ乗って、ね、進路を見てみたいと思います。普段貨物列車しか見ない風景をですね、特急列車の、まあ、一番前のかぶりつき席から見たいと思います。ちゃんとですね、このようにピントが合わない、合いましたかね。はい、大崎から藤沢までの間、指定席購入済みでございます。はい、この列車にですね乗って、まずは藤沢までかぶりつき席乗っていきたいと思います。ただですね、やはりまだ2月ということでですね、もうこのように薄暗くなってきております。今の時刻がだいたい17時半ちょっと過ぎたぐらいですけどもね、もう暗くなってきております。特急湘南21号、こちらに乗って先ほどのトンネルに入っていきたいと思います。ホームに来てみたんですけども、これを見つけました。シフトフォーザネクスト JOT、 日本石油輸送さんの広告ですね。 EH200 が牽引する滝です。未来へつながるエネルギー輸送ということでね、ちょっと見にくいかな、書いてあります。これどこでしょうかね、ここで撮影されたものでしょうか。 EH200 の後ろには滝線の線、こちらがですね牽引されております。いいですね、こういう広告ね。なんでここにこれがあるかって言いますとね、この私の背後にちょっと列車来てしまいましたけども、このビルですね、はい、こちらに JOT さん、日本石油輸送さんの本社、こちらの16階にあるんですね。ということでね、先ほどのこの広告が、大きな広告があったということでね、はい、非常にいいものが見えました。多くの方があの広告に注目してほしいなと思います。次にやってくるのがこの特急湘南小田原行きですね。9両編成18時38分発、こちらに乗って、あ、全部してがどうですか、こちらに乗って全面展望を見ていきたいと思います。さあ、やってまいりました。こちらに乗りたいと思います。ドアが閉まります。早速乗り込みました。さあ楽しみですね。いつこの乗っても、運転席後ろに乗ってもワクワクするものです。もうすっかり暗くなってしまいましたけどもね、少し画像を処理して明るく見えるようにしてみたんですけど、どうでしょうかね、前の風景見えますでしょうか。大崎駅を出発し、左手に山手線を見ながら進んでいきます。目の前あたりがおそらく JR 東日本東京総合車両センター付近になると思うんですけどね、全く見えませんね。さあ列車は右手にカーブを切っていきます。こちらは山手貨物線大崎支線と呼ばれる路線になっております。地上東海道新幹線が走っているのが見えます。さあ対向列車がやってまいりましたけど、ちょっと離れていますね。さあここに見えますかね、ポイントがありまして、ポイントを合流いたしました。ここがかつて蛇久保信号場と呼ばれた場所ですね。品川方面からの東海道本線品格線と
先ほどこの海老窪信号場と呼ばれていたところで合流いたしました。ここから先品格線と呼ばれる総武横須賀快速線並びに湘南新宿ラインが通るルートを進んでいきます。頭上には東海道新幹線、そして目の前には西大井駅が見えてまいりました。この場所はですね、予約列車たくさん走っております。なので明るい時間にこの周りの風景見ることができます。今回はですね、その先ですよ、重要なのは。はい、こちらをね、じっくり見ていきたいと思います。さあ、目の前にはビルがたくさん見えてまいりました。多摩川の鉄橋を渡り、まもなく左にカーブを切り、武蔵小杉駅を通過していこうとしております。さあ、ひときわ明るい場所が見えてまいりました。こちらが武蔵小杉駅ですね。昨年までは確かこの左側のホームはなくて、右側のホームで上下線乗り降りをしていたと思いますけどもね。ちょうど私、貨物ジャーナル2023年の7月にこの駅を訪れました。朝活ライブ寝坊した日ですけども、はい、その時はまだこの左側のホームはありませんでしたけどもね。その後開業したようです。場内信号機見えてまいりました。こちらからですね、この品格線から新鶴見信号場の方向に進んでいきます。そのためポイントを今右に進路を取ろうというところであります。ここにポイントあるの見えますかね。さあ、品格線から新鶴見信号場の方に今進路を切り替えました。今高架の下をくぐりましたけども、この右手あたりに武蔵野線梶ヶ谷貨物ターミナルから続くトンネルの出口があります。ここはですね、本当に旅客列車走らないんでね、なかなか乗ろうと思っても乗れない路線ですけどもね、一度は乗ってみたいものです。右手に見えてきましたのが新鶴見信号場です。昼夜を問わずたくさんの貨物列車がこの新鶴見信号場で乗務員さんの交代であったり、機関車の交換であったり、列車番号が上りから下りに変わったり、終日その姿を見ることができます。構内少し明るいですね。その姿なんとなくですが見ることができます。これ見えますかね、たくさん線路が並んでおります。新鶴見信号場何本ぐらい線路あるんでしょうかね。さあ、そしてこの進む乗っている湘南号、隣には貨物列車が1本停車中であります。さあ、たくさんのコンテナ積載しております。機関車がいませんでしたので、今から機関車交換するんでしょうかね。何かしらの機関車がこれから連結されるものと思われます。左側に見えますのは新川崎駅です。この新川崎駅から新鶴見信号場であったり新鶴見機関区の様子というのはよく伺えます。さあ、列車はさらに進んでいきます。さあ、また信号機が見えてまいりました。進行を現示しておりますけども、その左側にある今赤の現示、停止の現示出ておりますけども、こちらに分岐していくのが
南部支線と呼ばれる東京貨物ターミナルに向けていく線路をこちらで分岐していきます。この辺は割り畑と呼ばれるところなんでしょうかね。たくさんあった線路もだんだんと少なくなっていき、このポイントですね、ここを左側に進んでいくと東京貨物ターミナル方面、南部支線と呼ばれる線路今分岐していきました。私貨物ジャーナルが乗ったこの特急湘南号はそのまままっすぐ進路を取ります。ここからまたさらにこの線路をまっすぐ進んでまいります。左側には旅客船が並んでおります。総武横須賀快速線並びに湘南新宿ライン、こちらの電車はこの左側を走行します。そして貨物列車及び羽沢横浜国大駅に向かう列車はこの今私が乗車しているこの線路を通っていきます。さあ少し減速したのがお分かりでしょうか。さあ頭上には高架が見られます。東海道線、京浜東北線、金閣線、これらの下をくぐり反対側に抜けていきます。さあ場内信号機が見えてまいりました。右側に線路があるのが見えますでしょうか。この線路は東京貨物ターミナルから進んできた線路になります。今その線路と合流しました。右手に見えてますのが鶴見駅です。この貨物の上り線、今走っている下り線、この間にはですね中線が3本ありまして、時間調整などで貨物列車が停車していることもございます。さあ出発信号機を抜けていきます。こちら第一出発信号機、そしてすぐにまた第二場内信号機が見えてきます。目の前に明るく輝いているのは花月総持寺駅です。この横にある開かずの踏切で朝活ライブ何度か行いましたけど楽しかったですね。さあ場内信号機、第二場内信号機が見えてまいりました。この東海道貨物線でこの場内信号機重要な役割を果たします。この先この貨物線二手に分かれます。今左側に分かれた線路は根岸線、桜木町駅、そして根岸駅へと向かう高島線と呼ばれる線路、今私たちが走っている線路は東海道貨物線、向かいから相鉄線直通埼京線の列車がやってまいりました。そしてここからですねトンネル区間に入ります。長い長いトンネルを通り横浜羽沢駅方面へと進んでいきます。これまでは貨物列車しか通ることがなかったこの線路ですけども、2019年からは羽沢横浜国大駅まで列車が走るようになり、そして2023年からは相鉄線へ直通するようになりました。長い長いトンネルが続いてまいりましたが、まもなくこのトンネルを抜けます。
久々に地上に顔を出すというところなんですが、外が真っ暗なのでトンネルなのか外に出たのか全く分かんない状態です。あ、分かりますね。はい、今トンネルを抜けました。手前に第1場内信号機、その向こうに第2場内信号機が見えます。右側に見えますのは田沢横浜国大駅へ向かう方向の信号機、そして左に見えますのが横浜羽沢駅へ向かう信号となっております。この横浜羽沢駅には貨物1番線から15番線までがあり、1番線が上り本線、11番線が下り本線となっており、今進路が開通しているのは下り本線である11番線、こちらを通過していきます。さあ、ここからですね、暗いですけどね、たくさんのこのポイントを渡りながら進んでいきます。ここから左に進路を取ると横浜羽沢駅の構内、そしてこの右へ進むと羽沢横浜国大駅へ向かう線路ということで、たくさんの線路がここ並んでおります。横浜羽沢駅では貨物列車が1本見えますね。ちょっと見えにくいですが、この下に下っていく線路、こちらが羽沢横浜国大駅へ向かう線路です。さあ、貨物列車が見えてまいりました。3073列車相模貨物発仙台貨物ターミナル行き、機関車は EH500 の15号機だったようです。さあ、そしてこの屋根が見えますけども、ここが貨物10番線となっており、昔ここで荷役してたんでしょうかね。昔のコンテナホームのようなのものが見えました。この陸橋の上からもね、よく貨物列車を見ることができます。たくさんの出発信号機が並んでおります。11番出発進行、特急湘南号、徐々に加速してまいります。さあ、そして再びまたトンネルに入ります。この横浜羽沢駅の前後はですね、トンネルが多数あり、そこを越えて貨物列車は走っていきます。今走っている線路は旅客列車走ることはありません。まあ、今走ってますけどね、この朝晩数本の列車だけが走る路線となっております。ということでね、向かいからやってくるのは貨物列車です。さあ、前から貨物列車がやってきます。 EF210 桃太郎牽引の貨物列車、時刻から言うと1050列車福岡貨物ターミナル発東京貨物ターミナル行き、もしくは62列車福岡貨物ターミナル発東京貨物ターミナル行きかなと思ったんですけどね、どちらでしょうか。さあ、トンネルをどんどん進んでいきます。暗いんでね、なかなかピントが合わないんですよ。さあ、今トンネルの外に出ました。必死でね、ピントを合わせようと今頑張っております。この東海道貨物線は東戸塚駅の手前あたりでトンネルから地上に出てまいります。今見えているのが東戸塚駅です。この東海道貨物線側にはホームがないということで、この列車は通過いたします。さあ、列車さらに進んでまいります。前を走る列車がないということで、結構軽快に走ってまいります。さすが通勤特急といった感じでしょうかね。まあ、私乗車した日はですね、乗客の方それほど多くはありませんでした。ということでね、指定席買ってますんで、ちょっと一瞬だけでも座ってみましょう。ここまで全く座ってませんでしたので。なるほど、 E257 系の椅子はこんな感じなんですね。なかなか快適な座り心地ではありました。隣にはですね、荷物置き場となっております。この車両は現在特急踊り子号でメインで使われておりますので、下田の宣伝のポスターが貼ってあります。さあ、車内堪能するのはこれで終わりです。また再びかぶりつき席に戻ってまいりました。さあ、この先藤沢までの様子をご覧いただきたいと思います。さあ、再び駅が見えてまいりました。こちらが戸塚駅でしょうかね。はい、今戸塚駅を通過しております。この
この戸塚駅もですね、たくさんの乗客の方が列車を待っておられますけども、ホームがないので通過となります。さあ進行方向右上に高架が見えます。これは何でしょうかね。この高架はですね、根岸線から東海道貨物線に入っていくための高架ということでね、この東海道旅客線を乗り越えて東海道貨物線に入っていく線路となっております。かつてはですね、磯子駅と大船駅間に貨物列車が走っていたそうですが、1984年に廃止されておりますということでね、それ以来使われていないんではないかなと思われますけどね、実際どうなんでしょうか。さあ右カーブ抜けた先にはですね、再び大きな駅が見えてまいりました。こちらが大船駅です。たくさんのホームがありますけどね、この駅にもホームがありませんので、大船駅も通過してまいります。戸塚駅、大船駅といった大きな駅をですね、この列車通過してまいります。まあ、止まろうにもホームがありませんからね、その分軽快に走っていきます。さあ、まもなく富士山に到着というアナウンスが流れております。私、貨物ジャーナルの乗車もここ富士山駅までとなっており、ここから貨物列車やってまいりました。時刻から言いますと1070列車熊本発東京貨物ターミナル行き、もしくは3065列車相模貨物発札幌貨物ターミナル行きかなと思うんですけど、ずいぶん短かったんですよね。これ何でしょうかね。本日も特急湘南21号をご利用いただきましてありがとうございました。富士沢に到着です。お出口は富士沢駅のホームが見えてまいりました。この駅にはこの東海道貨物線にもホームがあります。まもなく到着いたします。ドアが開きます。さあ乗ってきた湘南号、今出発していきます。反対側からも特急湘南号をやってまいりました。こちらは東京方面に向かう列車ですね。通過していきました。さあ次にこのホームにやってくるのは特急湘南23号、こちらになります。反対側、品川東京新宿方面に向かう列車はこの時間帯ありません。朝晩わずかの列車のためにこのホームが使われております。東海道線の列車で大船駅に一駅戻ります。ホームではたくさんの通勤の方がこの列車の到着を待っておりました。さあ藤沢から一駅戻って大船駅に戻ってきました。現在の時刻はですね、19時35分ですね。今乗ってきた上野東京ライン籠原行きが出発していきました。違う、高崎行き、籠原から前の5両が切り離される、今出発していきました。隣にはですね、特急湘南小田原行き、ね、私先ほど乗ってまいりました特急湘南号ですけどね、その次の23号が今到着しております。この列車はですね、東京発だったかな、ということでここ大船駅に止まるんですけどもね、先ほど私が乗ってきた湘南21号はこの貨物線を走っていくということで、これご覧の通りホームないんですよね、ということで通過するという列車になっております。いや楽しかったですね。ちょっとねやっぱり暗いんでね、前があまり見えなかったんですけども、いやしかし楽しかったです。さあ特急湘南号23号だと思いますけどね、今出発していきました。さあでは次の目的地へ向かいましょう。今回の動画はここまでになります。この次に到着したこの駅、さあどこでしょうか、ということで次の動画をお楽しみください。最後までご視聴いただきありがとうございました。